僕の友達で小学校の時の同級生で武田っていう子がいたんですよね、うん、でその子が引っ越しをした時に新築のハイツを借りたんですよ、うん、それは101号室から104、うん、201号室から204の8世帯が住めるハイツだったんですよ、はい、で武田は203号室に部屋を借りたんですよね、うん、でまあ駅からも近いし家賃も安いし新築で綺麗やから武田は気に入ってたんですよ、うん、でその中でも何が一番気に入ってるかって言ったら武田はまあ203号室に部屋があったんですけど202号室にめちゃめちゃ武田のタイプの綺麗な女の人が住んでたんですよ、うん、同世代で、まあ、仕事行くとき帰るときにおはようございますお疲れ様ですっていうちょっとした会話するのももうワクワクしてたんですよ、うん、でその隣に201号室の人はすごいなんかいつもニコニコして気さくなおっちゃんが住んでたんですよね、うん、で、まあ、住人にも恵まれてよかったなと思ってたんですけれども一つだけ嫌なことがあって204号室の人が、うん、まあ、姿は見たことがないんですけれども頻繁に壁を叩くんですよね、うん、でもそれがもう毎日毎日続いて、うん、2、3週間経った時もまたこうやってってなるから、うん、武田もうるさいねんって言ったんですよ、うん、そしたらピタッと止まったんですよ、うん、あ、注意したら聞くんやと思ってたんですけど、うん、それからすぐにまた、うん、激しくなったんですよ、うん、怖いな、なんか、ね、武田ももう怖くなってしまって、うん、もうやめとこうと思って明日管理会社から注意してもらおうと思ったんですよ、うん、でその日は寝まして、うん、翌朝管理会社に電話して204号室の人が壁をどんどん殴ってうるさいんでちょっと注意してくれませんかって言ったら管理会社の人があ、すいません武田さんそのハイツ武田さん以外誰も住んでないんですって言った何それ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 武田の好きやった女の子も気のいい男の人もおっちゃんも誰も住んでない。あれは意外な展開やったな。すごいな。全部なんですよ。さすがに武田もやっぱ怖くなってすぐに引っ越したんですよね。で引っ越したけどそのハイツのことが気になったからいろいろ調べたらしいんですよ。そしたらそのハイツは建つ前はずっと駐車場やったんですよ。でその駐車場の前が同じ8世帯が住めるアパートだったんですよ、うん、でそのアパートが1階から出火して2階の人が全員亡くなられたんですよ。だからもしかしたら204号室の人は火事で逃げ遅れてどん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 と助けをやってたんじゃないかというお話ですけど、急に行ったからさびっくりだな。正直一瞬舐めたよな隣のやつ。そうそうそう、ね、はい、はい、おらんひっくるめてかいな全員がもう他の世界の人やった。